か、マミミも見てたんだ。お前ってさ、一体何なの？本当はどっから来たんだよ。ひょっとして告白とかするつもりでって？お、起きてたのかよ。ウチリティエンヌ。なんで戻ってきたんだよ。たっくんに会いに。やっぱあんたの頭じゃないとさ。Thank you.
Thank you.
直太君。そう言って真耳は学校を辞めた。Thank you.
病院の看護が身ぐるみ剥がされたっていうし、異常識なやつら多いから。
危ないよ。たっくんのギターまた使ってみてよ。カキーンって、この前みたいなすごいやつ。興味ないね。もっと大人になんなさい。お前が言うな。